ソコルキロボルトに宇宙服。ソコル宇宙服は、ソビエト連邦が開発した宇宙服で、ソユーズ宇宙船内で搭乗員を予圧するために着用する予圧服である。ロシア連邦の株式公開会社 NPP、ズベズナが開発、製造をしている。ソコル宇宙服は、単にソコルやソコルキロボルトにとも呼ばれ、ソユーズ宇宙船で飛行するすべての搭乗員が、 着用する。ソコルキロボルトに宇宙服の機密チェック、着用者は、ペギー・ウィットソン1973年に導入され、2020年の時点でも使用されている。ソコル宇宙服は、NPP、ズベズダによって、レスキュースーツとして製造されているため、宇宙船の外での船外活動に使用することは、できない。ソコル宇宙服の目的は、 宇宙船が誤って減圧された場合に着用者の気圧や呼吸のための空気の確保を行い生存を守ることである。この点では発射と着陸の際に NASA のスペースシャトル内で着用していたエー星ズスーツに似ている。1973年のソユーズ12号宇宙船でソコル系が初めて採用された。1975年のアポロソユーズテスト計画では ソユーズ19号の搭乗員は、ソコル K 宇宙服を着用して宇宙へ飛んだ。以来、ソコル KR、ソコルケム、1974年からソコルキロボルト、1980年からソコルキロボルト2と、重さの軽減や圧力バルブの機能性の改善など、様々な改良が行われて、現在に至っている。日本人で、初めて、 オーダーメイドのソコル宇宙服を製作したのは、元 TBS で、宇宙特派員のソユーズ TM-11 号クルー、秋山とヨヒロとサブクルー菊池良子である。1990年1月23日、秋山とヨヒロは NPP ズベズダの工場で、ソコル宇宙服とソユーズ宇宙戦シートの型を取った。菊池良子によると、ソコル宇宙服は、 ソユーズ宇宙船のシートに座るために作られた服で、歩くためのものではない。シートの型を取るときは、小さなバスタブのような容器に入り、石膏をドボドボと流し入れたそうである。菊池良子は、当時、身長156センチメートル、体重53キログラムであり、ソビエト連邦史上最小のソコロ宇宙服が完成し、宇宙服の最小記録を更新した。なお、 秋山と与弘が着用した、ソコル宇宙服は、現在、TBS が所有している。また、菊池良子のソコル宇宙服の胴部は、アメリカの実業家が所有しており、グローブのみ菊池が所有している。その他にオーダーメイドのソコル宇宙服を制作した、日本人は、江本大輔、野口聡一、古川聡、都星出秋彦、若田光一、唯亀かめ 高松里氏、大西拓也、金井選シュゲルがいる。埼玉県加須市にある、加須未来館には、本物のロシア製、ソコルキロボルトに宇宙服が展示してある。これは1998年に製造されたもので、ロシア人のビクトル・アファナシェフ宇宙飛行士が、ソユーズ TM-29 で着用したもの。ありがとうございます。